前回はね、鉄の鍵を手に入れたりとかして、壊れちゃった鍵すらもね、開けられるようになったと。で、まあ、そのうちレベルが上がって、ノックノックのレベルが上がれば、まあ、さらに他のところも開けられるようになると思うんですけども。まずは、このフロアはとりあえず終わってるので、上の階かな。1階の、まあ、この3箇所かな。ちょっとそこを開けてってみようかなと思います。あ、ここか。あれ、鉄の鍵って誰持ってんだ？ああ、MZ1503 ですね。ほい、あ、来ました。お、何かありますね。朽ち果てた家具が部屋中に散らばっていた。そして部屋の真ん中あたりには大きな木のテーブルの残骸と思われるものが残っていた。おそらく昔ここは会議室か何かだったのであろう。なるほど。南北2ブロック、東西3ブロック。で、宝物があると。あれ、ノックノックじゃ開けられないの？あ、こっちからやるのか。爆発したし。まあ、ダメージだけみたいだからいいか、これで。使用でいいのかな。呪文はあなたの呪文書の中に刻み込まれました。はい。呪文を確認できるのかな。はい、いいですね。で、あとは、マジックミサイルって誰か持ってなかったっけ？ああ、981か。じゃあ、あれ？取引。あ、今981か。あ、スタッフいらないね。あと、シルバーキー9821か。それから、なんだっけな、モッドスタミナ。これは、
なんでしょうね。スタミナを回復するってことかな。アーマーシールド。アーマーシールドなんだろう。分析。魔法か。あ、これはスクロールだね。誰に渡しとこうか。9821に渡しとこうかな。部屋の家具はすっかり朽ち果て、いまだに形をとどめているのは部屋中に散らばる腐った木材だけであった。木材自体はなくならないんだね。なんか木自体ももう粉々になっちゃいそうな、なんか泥に土みたいになりそうなもんだけどね。はい、じゃあ休憩して、なんかね、なんかで読んだんですけど、このゲーム、戦闘は全力で、戦闘して、で、一戦闘終わったことに休息するっていうのでもね、全然ありみたいですね。さて、じゃあ終わったね。終わっちゃったね。シルバーキーは船長のとこで使うっていうことなんで、新しく手に入れた情報としては、何があるかな。まだ使ってないのは、キーオブラム、それからあとワインの瓶か。これ以上行ける場所がないんだよな。あ、ちなみにこことここね、つながってるけど、別に他に何も道なかったしな。ここが一直線につながってるだけだった。こんな感じ。さあ、そうなると次どこ行こうかね。スペードの鍵というのもね、気になるしね。あれ、ここなんだっけ。ちょっと行ってみましょうか。ここだ。これあー、壊れてんのか、ここも。多分ここもノックノックで開かないんだと思うんだよね。早いとこレベル上げないとね。そうか、次ここだな、きっとな。こことか言って全然進まなかったらショックだけど。大体この鉄格子は鍵とかでね、自力で開けられないっぽいんだよな。さあ、戦闘になっていただきたいんだけど、エンカウント、ランダムエンカウントを狙うしかないのか。もうなんか攻撃が当たるようになると別のゲームみたいだな。とにかく、敵をね、ちょっと倒してレベルアップするしかないので、
あれ、これどこ？あれ？ああ、はいはいはい。わかった。ここだな。この辺りだな。あれ？違う？あれ違うか。あれどこだか分かんなくなっちゃったぞ。あれ？なんか見覚えが全然ないんだけど、ここどこ？敵がこんなに出てくるってことは、多分、来たことない場所なんじゃないか、これ。え？ちょっとどこ？これ。やべえ、どこにいるんだか分かんなくなっちゃった。カッパーキーか。これ何の役に立つんだろうな。ちょっと回復しますか。
すばしっこいな。はい、今私はどこにいるんだ。参ったな。地下。これは地下じゃなくて1階かな？今いる場所は、ここじゃないかな？で、ん？こっちから来た？ああ、ここか。ここから2階に上がったことなかったんだ。アホや。こっちと同じで地下に行くもんだと勘違いしてたわ。ということで、新しいエリアですね。11、18。見た覚えがない場所だ。あ、こっちも繋がってんのか。ってことは、こっちと、こっちかな。で、開いた。あー、なるほど。ここに繋がってんのか。ボタンとかないのかな。何で開くんだろう。で、ここに上り階段がある。部屋の中央には古い木のテーブルといくつかの椅子の残骸が積み重なっていた。そして壊れた酒瓶の破片が床一面に散乱していた。奇妙な黒い鍵が2つついている、鍵輪が見つかった。その鍵の握りの部分には小さなスペードの形をしていた。ここにあったのか。スペード。
ペードの鍵ね。じゃあ MZ さんに持ってるよな。なくなってないよね。それだけが恐ろしいよ。このゲームで何が一番恐ろしいって、アイテムが消えてなくなることが恐ろしいわ。鍵かかってる。力ずくで開けてみましょうか。結構厳しそうだね。この印象的な外観を持つ続き部屋は一種の客間だったようである。少なくともドアにかかっている小さな掲示を読む限りはそう思えた。チェックアウトは午前10時です。ホテルみたいだね。お城なんじゃないのか。ギャグなのかな。特に何もない。本当はね、こういうのも1ブロックずつ探索すべきなんだよね、きっとね。チェックアウトは午前10時ですってのはさすがにメモしなくてもいいよなっていうね、思い込みが、まあ、結構危険だったりする場合もあると思うんだけどね。1、2、あれ開けらんないじゃん。
じゃあ力づく。壊れてるかな。うわあ、ここは難しいんだな、結構な。届かないな、力でもな。ちょっと待って、これは。鍵なのかな。カッパーキーしかない。お、開いた。何の鍵で開いたのかメモしておいた方がね、今後また再び遊ぶときにね、よかったかもしれないな。よし、じゃあ入ってみよう。何気に MZ80B のなんかこう戦力が侮れないというかね、なんか強い。この取り立ててどうということはない部屋で、壁に何もなく、いくつかの壊れた寝台が残っているだけであった。うん、はい、東西3ブロック、南北2ブロック。ちょっと休憩しとくか。あれ？ああ、そっか、ちょっと待って、あ、そうか、MSX2 まだ起きてないのか。試しにこれでもほっぽり投げてみるか。
手から滑った？はい。ちゃんと休憩取れてなかった。大丈夫かな。もうこの辺りの敵は全く怖くなくなっちゃったね。さすがに。なんもね。はい。1、2。届くかな。届きやしするみたいだな。よし。強いな。腐った寝台、腐った小さな寝台いくつかと古びた花瓶が一つ。この簡素な小部屋に残っているのはただそれだけであった。その部屋を見ていると、王の隠し子と噂される子供に与えられた奴隷娘の話が思い出されてきた。確たる証拠がある話ではなかったが、王は彼女が14歳の年、週に一度は彼女の床を訪れたという。過酷なまでの追求の甲斐もなく、キサキはその現場を捉えることはできなかった。そして次第に王は壁をすり抜けることができる魔法の力を持っているという噂が広がったと言われている。14歳の女の子ですか。まああえて何も言いませんけども。2ブロック四方の部屋。何もないと。なんでその女の子のことを思い出したんだろうな。ちょっとお話に関係あんのかな。1、2。
鍵をかけて二人きりでね、何をしていたんですかね、この人たちは。まあ呪文使ってもね、無駄になっちゃう時もありますけど、あの、発生術のスキルが上がるかなっていうのがね、ありますから、無駄にはならないんじゃないかと。昔は装飾を施した家具と、華やかな壁がこの客間を美しく彩っていたことであろう。しかし今はそれも色あせ、椅子も塵に帰してしまった。こういうね、メッセージというか、まあ、テキストが結構出てきますけど、結構ね、こういうの割と理想の RPG なんだよね。 MSX でね、一時期ゲーム作ってたんですけど、ソースコードをね、あの SSD が壊れて失ってしまいましたけど、そのゲームもね、こうやってテキストが多くなる予定だったんだよね。そういうゲームになる予定だった。グラフィックなんか綺麗じゃなくてもね、テキストで十分頭の中で保管できますからね。こりゃダメだ。これはダメだね。届かない。なんかの鍵使うのかな。これじゃない、スペードじゃないけど、違うか。違うか。ってことは、単純にここはレベルの高い、ま、あの鍵がかかってるのかもしれないな。ノックノックがね、まだレベル1しか使えないっていうね。1、2、もうそろそろレベル上がってもいいんじゃないかなと思うんだけどな。1、2、ここも難しい。さっき銅の鍵がね、役に立った瞬間がありましたけど、初めてだよな。一応決まってんのかな、どこがどうの鍵で。まあその割にはさ、拾う可能性がすごい高いのに、役に立つ機会がほとんどないよね。初めから壊れてんの？あ、てか鍵がかかってんのか。間違えた。開かない。
これこそあれかな？なんか、使う鍵が決まってる系かな？違う。開かないんだが。今はまだその時じゃないのかな。じゃあ上に上がってみましょうかね。さらにここから上がれる。あれ？あれ？あれ？ちょっと待って。あれ、一方通行なの？これ。帰り道がないんだけど、じゃあセーブしないでおくか。あ、違うか。俺勘違いしてたのか。こうじゃなくて。よし、レベル上がった。久しぶりに。バイタリティ、スタミナ、バイタリティだけか。スキルポイント3だっけ。発生術と進学か。
ちかな。ヘイスト、キュアパラライシス、サイレンス。ホールドモンスターズ。なんかね、名前、魔法の名前が結構戦闘の監獄というか、まあ、5つの試練と同じだったりするんで、なんかそんな拒否感はないですね。どうしようかな。キュアパラダイシス。これ重要かもしれないな。でもさ、異なる属性の魔法を早いとこ覚えとかないといけないんだよね。アーマープレートって、これ、ちょっと待ってね。全員かかる魔法ならいいんだけどな。でもブレイじゃねえや、ブレスがあるからな。アーマープレートだった。パーティー全員のアーマークラスを低下させ、効果は長時間持続する。レビテイトを除いた、持続呪文5セットは回復の泉の前で最大 PL で唱えるのが基本。あー、なるほどっすね。なるほど。じゃあ、これは早いとこ手に入れておいた方がいい呪文だね。渋いね。そっか、スリング使ってんだよね。音楽39、指先技かな、やっぱりな。呪文、どうしましょうかね。4ポイントかかった。あとここだけか覚えてないのね。どれか覚えとこうか。ミサイルシールド、スティンクボム、エアポケット。エアポケット。敵が唱えた雲型呪文を PL 分弱めることができる。スティックボム。攻撃3体効果か。効果が微妙。スティンクボム、ミサイルシールド、ミサイルシールド。そうね。まあ、遠隔攻撃してくる敵に対して、まあ、効果的だってことかな。一応覚えとくかな。じゃあ、それを。98213。マジか。はい、9821もね、魔法のね、回数をなるべく増やしておきたいので、じゃあ彼女はスティンクボムにしようかな。で、勘違いしていたのは、ここもう上がったと思ってたんだよな。なんで上がったと思ってたのかちょっとわかんないですけども、ここを上がった先で、またここに、まだここにいたのに、あれってなっちゃってたんでね。はい。上がった先では、
目の前に扉があると。鐘楼の解放現金。ここは噂の。なんかね、攻略ブログとかで、レベル上げにいいよって書いてあったんだよね。鳴らすと何回も敵が出てくるっていう。金をね。なんだあれ、落とし穴か。なんか上から落っこってくるのかな。ここが落とし穴になってんだよな。落とし穴、落とし穴。これか、シュート。はい、ここが一番上かな。大きくて黒ずんだ鐘が鐘楼の頂上に静かにぶら下がっていた。その鐘は薄暗いカビに覆われており、ところどころコウモリの糞が染みを作っている。そして太くて長いロープが鐘から下の吹き抜けに下がっていた。このロープを掴んで吹き抜けに飛び込めば鐘が鳴るのだろう。吹き抜けを飛び越えるにはこのロープを使う以外に道はなさそうだった。あー、なるほどっすね。鐘を鳴らして、向こう側に、まあ、伝っていくことができると。ちょ、メモしておきましょうね。鐘がある。鐘がある。ロープを持って吹き抜けに飛び込む。ロープを使って向こうの側に飛び移る。ロープと鐘を放ってその場を立ち去る。一旦立ち去ってみましょうか。飛び込むってやると下に落っこちるわけだよね。違うのかな。向こう側に行ってみましょうか。なんか落っこったの？
金は鐘楼の住人の目を覚ましてしまったようだ。コモリが襲ってきた。あ、ヴァンパイアバット、こいつだけヴァンパイアなのか。はい、別に落っこちてきたわけじゃないのか。これ向こう側に渡ってまた戻ってきたってこと？あれ違うのか。じゃあ向こう側っていうのはどこまで行ったのかな。とりあえず見えていたレベルではね、1ブロック先にもあったんだけど、こうかな。あ、とか、C じゃなくてこうか。で、鍵がかかってて。開かない。ここは鍵がないと開かないんだな。なんだろう。手持ちの鍵では開かないか。開かない。まあ一応壊れる壊れない関係なさそうだけど、一応戻っとくか。はい、じゃあ戻りましょうか。何なんだかな。なんかぐる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 なるからどうなってんのかちょっとよくわかんないんだけど、あ、マジックメタル使えねえのか。休憩すりゃよかったな。
あれ？鍵かかってる。なんで？戻ってきちゃったの？うん？一方通行なのか、この鍵。伝って下に降りなきゃいけないのかな？かもしれないな。あ、そっか。魔法でどっち向いてるのかを調べれば、とりあえず戻ってきちゃってるのかどうかぐらいわかるな。呪文。これで。今東向いてる。ってことは、やっぱここにいるのか。じゃあ降りてみましょうかね。吹き抜けに飛び込む。降りてった。わかんねえ。どういうふうに移動してんのか。今回ヴァンパイアいないんだね。あ、いたいた。じゃあ、飛び込んだって言ってたけど、結局こっち戻ってきただけだね。なんかいまいちよくわかんないな。あ、あとアーマークラス下げるやつ？誰だっけ？あ、違う。これだね。ああ、でもレベル1しか使えないね。あ、あの左から2番目のあの鎧マークがピカピカしてる。とりあえず戻りますか。巨大な吹き抜けから上を見上げても見えるのはただ暗闇だけであった。しかし床の上には小さなネズミのような生き物の死骸、血の塊、糞などが上から落ちてきたものか散乱していた。ああ、俺がほふったやつかな。よし、じゃあですね、少し道が開けてきたね。今やるべきことはスペードの鍵を使って、開けられなかった。多分ここだっけの、あ、ここじゃねえや。スペードの鍵。どこだっけ？あれ、ここじゃないよな。これは、あの、フランス人だよね。ここか。あ、ここですね。はい。ということで、次回はそこに向かっていこうと思います。今日はこれで終わりにしようかな。とりあえずいる場所を。じゃあ、セーブするのは。
そうだな。ね、コウモリの死骸って書いてくるか分かるか。コウモリの死骸などがあると。はい、じゃあここでセーブしていこうかな。はい、じゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。